それでは今週の IMT カレッジの講座を始めさせていただきます今週はファーティリティステリティの12月号ですそれでは最初の論文からお願いいたします 深部子宮内膜症の進展には、遺伝的あるいはエピゲネティック因子が関わっている可能性があります。質の高い画像により診断精度も向上し、いろいろな治療アプローチも検討されています。子宮内膜症には、腹膜子宮内膜症、卵巣子宮内膜症、直腸窒子宮内膜症などに分けられます。5ミリ腸の浸順がある場合には、深部子宮内膜症と定義されますが、適切な定義ではありません。 本号でブーツらは、病理学的にアデノミオーシスエクスターナとアデノミオーシスライクノジュールという呼び方を提唱しています。ゴーツらは、新生児の約5%に新生児期月経が認められ、それが腹膜子宮内膜症に関わっているという仮説を発表しています。子宮内膜症には、メタプレーシアの関与も指摘されていますが、いつ、なぜ発言するのかは分かっていません。 子宮内膜症は幹細胞から発生し、その背景には遺伝的要因やエピゲネシスなどが関わっているという説もあります。深部子宮内膜症には、ミュラー管の残存依存や子宮頸部から発生した子宮腺筋症が関与する説も排除することはできません。 深部子宮内膜症などに関する治療法に関しては、薬物療法や手術療法も試みられています。ホルモン療法は疼痛コントロールには有効かもしれませんが、深部子宮内膜症を排除することはできません。薬物療法として、経口避妊薬、ゲスターゲン、GNRH アゴニストアンタゴニスト、抗炎症薬などが用いられています。 アロマターゼインヒビターと黄体ホルモンの併用。あるいは g. N. R. H. アゴニストの併用なども進められています。子宮内膜症の治療法や管理法には必ずしも一致した見解は示されておらず。臨床家にとって大きな問題となっています。はい。この論文は実はですね。この号に書いてある他の子宮内膜症の論文をまとめたようなコメンタリーなんですね。で要点をまとめています。 私はもう一度、の要点だけをちょっとご説明します。ちょっと最初のところに行っていただいて、この深部子宮内膜症というのは、ダグラス科の奥深く、ですね窒,窒と直腸、あるいは S 字結腸の間にできるようなものを、深部子宮内膜症とか、深部浸潤性子宮内膜症とか、窒直腸子宮内膜症とか言われるわけです。なぜそんな深いところに子宮内膜症ができるかといいますと、ですねその墓地となっているものがあるんですね。 普通はあの子宮内膜症というのは月経血が逆流し腹膜に生着した、えー、そしてある条件によってそれがどん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 進展すると考えられてるんですがそれを3%のセオリーと言いますしかし思春期前の女の子でもです、ねえー、月経コル前の女性にも子宮内膜症があることがありましてそれはあの新生児がですね えー、新生児の5%ぐらいはあの月経を見るんですね、あの月経といいますか、あの分娩後に出血、えー、子宮出血があるんです、その時にですに、ね、お腹の中に、えー、その血液が流れていって、それが子宮内腰の元になるという説もある、それからですね、あのー、胎児の発達過程においてミューラー管という性器を作る、女性の性器を作るう組織がありますけどその 一部がですね、直腸と膣の間にそれが残って、それが将来子宮内膜症と発展するんだと。で、それなんでそれじゃ子宮内膜症に発展するかというと、遺伝子が関わっている説と、えー、遺伝子がその成長の過程において変化を受ける、えーですね、エピジェネシスという変化を受ける、それが関わっているんだという説もあったりする。で、薬物療法とか手術療法はありますけど、薬物療法は黄体ホルモン療法とかダナゾール のお療法だとかかそれからアゴニストアンタゴニスト療法アロマターゼインヒビタもうたくさんの方法があるということはこんなにたくさんあるということは決定的なことがないということなんですねで我々は子宮内膜症に対してですね時々こうやって知識を整理しておかなくちゃならないということですねでまあ、えー、そんなに決定的には優れた治療法はないといってもその中ではやっぱりある 知識に基づいて、これを最初から手術を選択するか、保存的に手を,手を投与するか、保存的にするときには低用量ピルを用いるのか、あ第1世代の抗体ホルモンを持ちるのか、それから最近の抗体ホルモンの活性の高い、アンドロゲン作用の低いディエノゲストのようなものを使うか、か自分の中で整理しておかなくちゃならないということになりますね。いずれにしても 深部子宮内膜症っていうのは骨盤痛月経痛それから性交痛排便痛などありますねだからそういうものを改善し急揚を改善しないとこれ女性にとって極めて重大な病気ですで次の,のお願いします。 深部浸潤性子宮内膜症の病態発生については現在も論争が続いており疾患の進展のメカニズム遺伝子の役割またエピゲネシスの役割などに関してもよく分かっていません。深、はい、部浸潤性子宮内膜症とは一般の氷剤性子宮内膜症いわゆる腹膜子宮内膜症とはちょっと発生の仕方が違うんじゃないかと考えられています。でそのの時にです、ね、に墓地になるものがある。もがあ いわゆる幹細胞とか資源細胞とかいうようなものがあるんじゃないかとも考えられてるんですね。で、そういうものに遺伝子が作用したり、エピジェネシス、先ほど言いましたけど、エピジェネシスっていうのは、遺伝子は同じでも、その発現の状態が違うんですね。えー、メチュレーションっていう遺伝子があ収縮されて、それが抑制されたり発現したりする。えー、そういうものがかかってるんじゃないかというのが、今、有力な説になっています。ですね。 まあ、あまりにも歯内膜症が、うん、多様性で部位も症状も治療法も多様性なのでなかなか整理がついていないだけどその中でも我々臨床科は一定のやっぱり治療方針などについて理解を含めておかなくちゃならないというふうに思います。 画像診断の技術が向上し、深部浸潤性子宮内膜症の診断に対する感度や得意度は高く、ゴールドスタンダードとなっている腹腔鏡の代替となる可能性も示唆されました。このですね、従来あの、えー、アメリカ生殖医学会のガイドラインにしましてもです、ね、進行期分類にしましても、腹腔鏡の所見を基準にして決定してた第一期第1期、第2期、第3期、第4期とですね。ところ 最近あの、超音波診断と、もう一つは MRI がすごく進歩しましてです、ね、腹腔鏡でも認められないような、患室の中にあるような子宮内膜症、直腸蓄血の間にあるような内膜症を見,見つけることができるようになってきた。だから、腹腔鏡に代わって、そういうような MRI、超音波診断が、ゴールドスタンダードになるんではないかというふうに考えられています。 まあ、専門家が見ればです、ねああ、これはあのエコーが非常にそのエコー現性が低いです、ね、低エコーの状態だ、ああこれは結節だとかで分かるんですね、えー、今後、ますます専門家が見て、深、えー、部浸潤性子宮内膜症のようなものの診断が進むのではないかというふうに思います。 かつて妊娠の結果に対する子宮内膜症の影響という問題が注目されています。しかし、子宮内膜症、特に深部子宮内膜症と酸化的臨床結果との関係について利用可能なデータをレビューした研究は少なく、一定の見解は示されていません。 深部子宮内膜症は全治胎盤の発生率の上昇と相関すると考えられていますがその他の参加的臨床結果例えば流産子宮内胎児発育不全早産高血圧疾患との関係に関しては必ずしも一致した意見は認められていませんこの子宮内膜症っていうのは骨盤腔内にあんなに病変を作るわけですからきっと妊娠したら妊娠の いいろんんなな合併症のリスクが高ままるんじゃないかともこう考えられます。しかしそれに対していろんな報告があります例えば妊娠中に腸管の選考が認められたそしてその患者を調べたら子宮内膜症を有していたとかですねそのような問題がケースレポートとして出てくるんですねでしかし本当にそれが子宮内膜症に関わっているのかというと なかなか今までの研究例が少なく症例数も少ないものですから結論は得られていないただ全治胎盤とはどういうわけかちょっとリスクと上昇するというんですが絶対値はちょっと低いんですねだから、えーまあ、子宮内膜症というのは一般に妊娠によって症状は改善するんです応対ホルモンがたくさん出ますからで改善すするんですが時には 子宮内膜症が妊娠、合併症を起こすことがあるということを考えておく必要があります。具体的にこのの問問題、あの問題あというようなことを今、具体的に挙げることはなかなか難しいという状態です当面、深部直腸窒、子宮内膜症に対し現在使用されている薬剤を適正に使用し手術療法はその後の進展を見て検討する必要があります。 一般に完全に最善な選択肢であるというものは存在せず、女性にはいろいろな有益性、有害性、費用などに関し、情報を提供し、何が優れているかという点について考え、選択してもらう必要があります深、はいえー、部直腸子宮内膜症、また深部侵入性子宮内膜症と言われるものに対してですね、 これはあの一応は薬物療法も心に見られます。薬物療法は第一世代の応体ホルモン療法だとか、それから応体ホルモンと GNR 値アゴニスト、あるいはアンタゴニストの併用だとか、それからアロマターゼインヒビターの併用だとか,だかですね、いろいろあります。しかし、決定的なことはなくて、最近ですね、DNA ゲストのような応体ホルモン療法、応体ホルモンの活性が高くてアンドロゲンの作用が低い、 ピュアな抗体ホルモンと言われてますね、そういうものが有益ではないかと思います。だけど、その時にもです、ね、患者さんとその有用性、今までの論文を調べ、そして何か飲むときに副作用がある、患者がそれを飲み続けられない、そしてお金ですね、いい治療でも費用的に問題があるなんていう場合は継続できません。こういういものを患者に話して そしてどれが優れているか選択してもらう必要があるということで医療をする側としては相当なアップーデートのですね知識を有していなくちゃいいケアはできないということでございます。 子宮内膜症が症候性であったり、腸管や尿路系、性生活、生殖機能に問題をもたらすような場合には、病変部の手術的摘出が必要となります。腸管切除を試みることで、シェービングやディスク切除よりも合併症の発現率は相対的に高いということが明らかとなりました。 シェービングの結果が不満足であった稀な症例ではディスク切除が腹腔鏡下手術によってまた経肛門的なステープラーによって行われることがあります部分切除は重大な閉塞や直腸 S 字結腸接合部または S 字結腸に多数の結節が認められる例に最終的に行われることがあります、はい、この深部子宮内膜症いわゆる 直腸、膣中核に送りできるような子宮内膜症ですね、そういうものはですね、誰も手術をしたい人はいないんです。だけれども、尿路系の問題、腸管の機能の問題、そして生殖活にまで大きな問題を起こすような場合は、やむを得ず手術をしなくちゃいけないわけですね。そういうような場合にはですね、まずあの表面を沿うような、ーシェイビングという術式があります。 それから円形によってコインのようにこのディスク切除というのがあります。でこういうのは信州性が比較的少ないんです。で腸管切除腸管の部分切除というと信州性が高くて合併症も多いんですね。だからその状態によって信州の少ない方から十分にトライしてみるというような方法が大事だ大事というふうに言われております。 アメリカ生殖医学会の倫理委員会は将来親となるべき者が出生時に最低限の適切な安全なケアを提供できないことを示す確かな根拠に基づいて医師は患者にサービスを提供することを回避してもよいとする見解を発表しましたこのゲイの男性が子どもが欲しいと代理出産したいって来た時にですねその一応診断 であのえー、基準にも持ちづいて、えー、そのお妥当な選択かどうかということを判断するんですねその時各クリニックではですねそういうふうなあ第三者を巻き込んだような医療おなど卵子提供精子提供とか代理出産とかを施行する場合には果たしてその,、えー、そのような方法によって生まれた子どもの福祉が保たれるかということを考えて もしその育児が難しいような人がそのような治療を望むような場合には拒否してもいいということなんですね、それを学会は認めた、ただし拒否するときにはその基準をきちっと書いて、書式にして院内で統一をした考えをまとめておかなければならないとなっておりますから、まずそういうふうな基準をきちっと明文化する必要があるということでございます。 重度の男性不妊が関わる医師は受精率および肺の発育能から見て早期の肺の生存能を障害するのではないかと思われますしかし肺盤法の性倍数性の割合や着床能に精子の質の影響は受けずそれぞれ独立し作用することが明らかとなりました、はい、この重度の男性不妊、まあ、あ中等度のですね防性腫 それから、防生死、精子無力、正式継承というようなもの、それから非閉塞性無精子症、閉塞性無精子症、こういうような、いろんな男性不妊がありますで。しかしですね、精子が得られれば、ですねいずれもですね、えー、いい廃盤法になって、えー、いい着床率もいい、えー、結果が期待できるんです。で、男性不妊だからといって、廃盤法における、 その染色体以上いわゆる性倍数性のうが得られないなんてことはないんですねで肺盤法ができればあの着床能にもお全く影響ないですけどただ男性不妊の場合ですね、えー、受精率がちょっと落ちたりそれから肺発育の割合がちょっと下がることもあるでそういうような影響ありますけどだん今育児の時代ですから男性不妊は精子さえ採取できれば 相当得れるというふうふに理解してておいていいと思いますインビーボで選択的セロトニン再取り込み阻害剤に被曝した患者において、IVF の際の肺の異数性の割合を増加させるという結果は得られませんでした。SSRI に被曝した患者の IVF の結果は、非被曝群と、異は認められませんでした。 アメリカで妊娠している女性のかなりの人がです、ね、自分の気分をコントロールするためにです、ねえーまあ、一般には抗うつ剤と称するセロトニンサイトリキム阻害剤を服用しているわけです。でそれがです、ね、肺に何か問題を起こすんじゃないだろうかと、特に、えー、染色体以上でも起こすんじゃないかということを危惧して調べた、しかし、そういうことは全くなかったということなんです。 だからセロトニンサイトリクミ阻害剤、SSRI を服用している女性でも、安心して ART を受けてくださいということですね。IVF で妊娠に至った若い女性において、卵巣予備脳の低下は、流産率の上昇とは相関しませんでした、基礎レベルの FSH の上昇は、高齢女性において、妊娠成立後の流産のリスクの上昇と相関しました。 卵巣予備脳の低下が自然流産胎児の異数性の上昇と相関するという結果は得られませんでしたあの若い女性と年配の女性といいますと年配の女性の方がですね妊娠率も低くなるし再卵数も少なくなるし、えー、着床率も低くなって肺の染色体異常もと多くなるわけですところが若い人であの卵巣予備脳が低い人これはですね 高齢者で卵巣病みのが低い人だと本質的に違いまして、卵胞の数は少ない、採卵数は少ないんだけれども、その質は何も異常はないんですね。だから、採卵数が少ない、包上卵胞数が少ない、そういうものでもですね、採、え、卵、ー、し、受精し、移植すれば、ほとんどお問題は起きないということで、 あ,のあなたは若いけれども、卵巣鼻の低下してますから、ちょっと問題がありますよというようなことは、あまり強調しない方がいいだろうというふうに思います ART を施行する際に、禁欲期間が7日長軍は、2日から7日の軍と比較し、ART の結果に優位なネガティブな影響が認められました、あのー、昔はですね、生育さ取する際に、少し禁欲期間を置いてくださいって言ってたんです。 だけど、金融期間を置きますと、ですね、古い精子がたまって、正規量が増えるだけなんですね。で、結局、妊娠するのはフレッシュな精子なんです。だから、あ7日以内と言いますけど、場合によってはもっと短くていいと思います。で、今回、7日以内と7日ちょうで調べてみましたら、精子の数は増えてたりするんですが、運動率は低下しますしですね。で、ART の精児出産率も低下するんですね。だから、あの金融期間は短めにと。 いうふうふに考えた方がいいいと思まます日ね同一の女性を対象に、代理出産の依頼を受けた場合と、事故の乱子で自然妊娠となった場合を比較したところ、代理出産群では、早産率、低出生体重自出産、高血圧性疾患、妊娠糖尿病、全治胎盤を含む周産期のネガティブな臨床結果に優位な上昇が認められました。 今回の結果は ART は肺の質に影響を与えそのネガティブな影響は健全な子宮環境と考えられる女性においても排除することはできないことが示唆されました代理出産といいますとよその方の肺を用いて自分が妊娠し出産してあげるというわけですねそうすると卵子はよその方ですねものです自自分自身でで子供を産んでいる女性が、 今度、代理出産でよその方の卵子を用いて AR というをやって、それを妊娠した場合、少し妊娠合併症の頻度が高くなります。ほんのわずかですが、あ低出生体重時だとか、妊娠高血圧だとか、あ妊娠糖尿病、全治対盤ですね、わずかに増えますのであの、しかし臨床的に問題になるほどのレベルではありません。ですから、代理出産はいけないことだというようなことにはならないということです。 裁判法を対象に。 バイオプシーとビトリフィケーション・ウォーミングを2回繰り返すことにより、1回にとどめた群と比較し、臨床結果に低下が認められました。PGD 患者において、2回目のバイオプシーを行い、2回目のビトリフィケーション・ウォーミングを行うことで、1回のバイオプシー、ビトリフィケーション・ウォーミング群と比較し、妊娠率の低下をもたらすことを説明しておく必要があります。遺伝性疾患を有する患者では、遺伝的問題を有する肺 の移植を回避するため状況によっては二度目のバイオプシーとビトリフィケーションを選択しても良いのではないかと思われますあの普通ですね、えー、染色体を調べるいろんな理由で調べますね、えー、高齢女性だからと何度も着床してないからとかいろんな理由で調べますまた遺伝的疾患があるので、えー、染色体を調べる遺伝子を調べるということがありますその時にですね 廃、えー、盤法になって、えー、一度バイオプシーしますね、えー、栄養外配慮そしてそれで、えーそのえー、遺伝子を調べます、染色体を調べます。そして、えー、それをビトリフィケーションして凍らせておくわけです。今度はあ結果が分かっていいというものだけを今度は溶かしてウォーミングし移植するわけです。その時にですね、えー、再度お検査の結果がうまくいかなかったら。再度 ビトリフィケーションをすするることもあるんですまた同じ肺を2度,に2度にわたってバイオフシーすることもあるんです。で1回バイオフシーし1回ビトリフィケーションした群と1回バイオフシーし2回ビトリフィケーションした群とそれから2回バイオフシーし2回、えー、ビトリフィケーションした群を比べてみますとビトリフィケーションの回数が多いほど妊娠率、生じ出産率は下がります。だから ででできるだけけ回でりをつけたいんですねしかしこの PGS をしてもです、ね、結果が判明しなかったとっいう場合にはやむを得ず2回バイオフシスすることもあるそういう時は結果が不良であっても仕方ないんじゃないかということですね。 信頼できる倍数性の評価法であるエンヘンスト PGTA は異常受精卵から得られた配盤法を調べ臨床的に使用可能か否か判定するための有効なツールとなるという結果が得られました、えー、この ART で受精しますとですね翌日に2全核っというのができます 2PN ところが 1PN のこともあるわけですそして、えー、大きな全核2つで小さい全核1つと 2.1、えー、全角気配異常受精卵というのもあるんです。それから大きなあ全角が3つできた場合、これはです、ね、異常の発生するリスクが高くなるので、それは用いないというのが普通なんです。で、1、えー、全角気配のは、それ将来出てくるかもしれない、ね、2全角になるかもしれない、正常の。そして2.1っていうのはです、ね、2個の大きな全角で小さいのが1つあった場合、1つが排除されることもあるんですね。 ということで、それをきちっとしたエンハンスト PGD という PGT という方法を用いまして染色体を調べてそして2倍体の肺であるということを確認し移植することもできるだから受精、異常受精卵であっても妊娠することはできるとかなりの高い割合なんです、これはですねそういうことがあるということを理解しておく必要があります。 GALQ は子宮内膜症の確かな非侵襲的バイオマーカーとなるものと思われますがまたいろいろな不妊症や骨盤痛が関わる婦人科疾患の予測因子となるのではないかと思われますあのレクチンとある種の糖が結合するとですねこのガレクチンっていうのがなりますでガレクチンっていうのはですねこの発言のレベルが高いとですね えー、子宮内膜症の頻度が高くなるんですね。ですから、あのー、子宮内膜症っていうのは CA125 だとか、あその IL6 か何かの使用なんかにして調べたりすることありますけど、このガレクチン9というのは、非常に子宮内膜症のし診断精度から見ると一番高いですね。ですから、将来、この子宮内膜症のマーカーになる可能性があります。 カフェイン料とは独立し砂糖を添加した飲み物はカフェイン入りの飲み物あるいは砂糖を加えないカフェイン入りの飲み物より不妊治療の成功率により大きな脅威となる可能性がありますカフェインが入っている飲み物コーヒーなんかあんまりたくさん飲むと ART の成績にも影響を与えるんじゃないかとかって言われてたりするんですね、えー、ところがその背景で補正しいろいろ調べてみると 糖を加えたあ飲み物、これがやっぱり悪いそうなんです。だから、生児出産に至る割合が低下するというので、あまりたくさんは飲まない方がいいでしょうということですね。 新たにがんと診断された思春期団地において精子バンクの活用に影響を与える医師は親の勧めでしたこのような知見は親と患者あるいはヘルスケアチームとの効果的なコミュニケーションの重要性を示すものですがんと診断された時点で精子バンクを活用したいとする親の意識に焦点を当てた介入が必要です思春期の子どもががんになりましたと。 言った場合果たしてその将来抗がん剤を使わなくちゃいけないと、そういうときにです、ね、精子を保存してて、妊用性を温存するかどうかということが大事になります、その温存すると決定する例としてはです、ね、やはり親がこの子どもの妊用性を守ってやらなくちゃいけないという意識の高いお母さん。 その高いい父親だととうことなんでですねで医師とか看護師の方が「いやあなた凍結してもいいんですよ」っていうよりもやはり親の意思決定が重要だということです一番栄光力強いそれからもう一つ親がですね、えーえー、親の自己効力って言います、ね、私がぜひともこの子供を守らなくちゃいけない、えー、私はそれに対応できる知識もあるしそういう頑張りもあるというようなそういう自己効力っていうことも非常に えー、子どもがあ精子バンクを利用する大きな因子になっているという論文でございます機能性不妊と診断された女性において IVF を施行する際に子宮内膜の BCL6 の発言が異常と判定され組織スコアが1.4兆の患者では IVF の臨床的妊娠率および政治出産率など臨床結果にネガティブな影響が認められました。 BCL という物質はですね B というのは β の,のことです B, B セル L はあのリンフォームのことリンパ栓種ですねでそこから見つかった BCL6 という物質がありますだからリンパ栓にはこれはたくさん存在しているわけですこれが子宮内膜にたくさん存在しているとですね、えー、妊娠率が落ちるらしいんですですからこれが一つのマーカーとして将来使われるかどうかということも考えておかなくちゃなりませんね あのこの発言のレベルがあ組織を片っぽを1とすると1.4以上のレベルにあると妊娠が下がると何か原因が分からないでなかなか体外時代に妊娠しないっていう人にはこれも測定してみる必要があるかもしれません。 現在活用されている卵巣予備脳の予測因子は厳しい検査により原因不明不妊と判定されたものと健康な一般人の同様な背景を有する女性で差異はありませんでした。 FSH が 12IU 以下の正常範囲にある原因不明不妊と診断された女性において AMH や芳状卵胞数から見て卵巣予備脳が低下しているという結果は得られませんでしたまた個別に卵巣予備脳のマーカーを調べたところ将来の妊娠性を予測する因子とはなりませんでした、はいあのー、いわゆる一般の不妊検査をしまして。 基本検査6つをや,ってやる、さらにです、ね、内視鏡もやる、いろんなマーカーの検査もやる、厳しく原因を調べても何も原因が、不妊原因が分からないという症例、ひょっとしたらそれには卵巣予備論の低下が関わっているんじゃないかという考えで,です、ね、そういう患者さんに調べてみたんですね。そうしたら、その AMH レベル、または芳状卵胞数から、 卵巣は低下していると結果は得られなかっただから原因不明の不妊には卵巣予備脳の,の低下が関わっていることはない AMH や芳状卵胞数はあ、まあ、全体としては不妊に関わっているんですがいわゆる原因不明不妊の下たら原因ではないというふうに考えるということですね。 生殖年齢後期の PCOS 患者において対等の異常を有していないような状態で特に糖尿病に関しルーチンにスクリーニングする必要はないのではないかと思われますあの年齢が高くなりますですね。PCO の人も一般の人も非 PCO の人もですね、糖尿病の頻度は高くなりますで、えー、それから糖尿病全症プレディアベティスメリティスという状態も 高くなりますしかしですね PCO だからといって40歳過ぎた女性にですね糖尿病の検査や糖尿病前症の検査をする必要はないというのはです、ね、一般の人と変わらないからです。でただ若い人はあ肥満があったりですね、えー、空腹血糖が高いなんていう人にはですねやはりちょっと調べておいて。 対、えー、等の異常や糖尿病はどの程度問題なのかということを調べたほうがいい。大いい体、対等の異常というのは PCO と診断された人の3割ぐらいにあると言われてい,るいますね。だからそれを調べておいたほうがいいということになります。えー、これでファ、えーティティアンドス t リ e a の12月号の省力が全部終わりました。これで,です、ね、英語の省力を見てみたいという方は、ぜひアメリカの国立医学図書館パブメドにアクセスして、 この論文も無しですね、日本語の省力で詳しく知りたいっていう場合がありましたら、どうぞ私どもの国際医療技術研究所、私どものところにアクセスしてくだされば、何か有用な資料を提供できると思います。本日はどうもありがとうございました。